桜島に関する最新情報をお伝えします。桜島ではこれまで噴火警戒レベル5の避難が発表されていましたが、そちらの方が今度噴火警戒レベル3に変更となっています。噴火警戒レベルについて確認していきますけれども、こちらになります。これまでは人の住んでいる場所、居住地域まで大きく影響が出る噴火の可能性ありということで噴火警戒レベル5として、またこのエリアに関しては避難指示が鹿児島市の方からも発令されていました。今回は人の住んでいる場所まで噴石等が飛ぶ可能性が低くなったということで少しレベルの方が下がります。今度は噴火警戒レベル3ということで入山規制という形になります。ただし火口周辺大体2キロ以内にはやはり噴石が飛んできたり、場合によっては火砕流などが発生する可能性があるので、このエリアへの立ち入りは慎んでいただきたいと思います。桜島の方ですけれども少し活動が弱まってきた、これに伴って噴火警戒レベルが5から3に変わっています。ただし今はまだ危険な状況というのはありますので、火口周辺には立ち入らないようにしてください。以上、予報センターから桜島に関する最新情報をお伝えしました。また皆さんのお住まいのエリアの詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。